金子恵が上川陽子に名指しで激怒した理由をご存知ですか？今回の動画では金子恵が上川陽子に対してなぜここまで強い怒りを見せたのか、その背景に迫ります。自民党総裁選において上川氏が高市早苗ではなく石破茂に投票したことが金子氏の批判を呼びましたが、ただそれだけではありません。この選挙で何が起こったのか、そしてその裏にはどのような政治的駆け引きがあったのか、詳細を掘り下げていきます。また石破茂が総裁に選ばれたことによる影響についても見逃せません。彼の外交政策が中国寄りだと指摘される中、国内の保守層からの反発が強まっています。日本の政治が今後どのような方向に進んでいくのか、石破政権には多くの不安がつきまとっています。さらに高市早苗が総裁候補として敗北したにもかかわらず、彼女の政治的資質は高く評価されています。彼女が掲げた政策とその潔い姿勢は多くの支持者に強い印象を残しました。もし高市氏が総裁だったなら、日本の政治風景は今とは違っていたかもしれません。そして最後に、石破茂政権が始動した今、党内では不安と不満の声が渦巻いています。このまま政権が安定せず党内対立が激化する可能性も高まっています。石破氏はこの危機を乗り越えることができるのか、注目が集まります。それでは金子恵さんの上川陽子への批判について詳しくお伝えいたします。金子恵さんが今回の自民党総裁選で上川陽子氏に向けた強い批判は、単なる意見の違いではなく深い失望と怒りを背景にしています。特に注目されるのは、上川氏が高市早苗氏ではなく石破茂氏に投票したという行動です。金子さんは、上川氏が普段から女性活躍を積極的に推進する立場を取っていたにもかかわらず、いざ女性候補の高市氏が立候補している状況でその支持を放棄したことに強い不満を表明しました。女性活躍を掲げる上川氏が女性候補に票を投じなかったことに対し、金子さんは女性の敵は女性だと皮肉を込めて述べています。この発言は政治の世界における女性間の連帯の欠如を強く非難しており、特に同じ立場にいるべき女性同士が足を引っ張り合っている現状に対する苛立ちを表しています。ここで金子さんが問題視しているのは、上川氏の行動が女性が女性を支えるという一貫した姿勢に欠けている点です。金子さんは、上川氏の行動が女性活躍をスローガンとして掲げるだけで、実際にはその理念に沿った行動をとっていないと感じているのです。さらに金子さんは単に女性だから女性に投票すべきだと主張しているわけではありません。むしろ上川氏が掲げてきた女性の地位向上という理念と行動が矛盾していることを指摘しているのです。彼女は、もしも上川氏が有能な男性候補に投票したという理由であれば理解できたかもしれないと述べていますが、石破茂氏に投票した理由が理解できないとしています。石破氏は決して女性活躍や女性のリーダーシップを支援する人物として知られているわけではなく、その選択が一層疑問を生じさせるのです。また金子さんは上川氏だけでなく全体的な政治風潮にも批判の矛先を向けています。特に女性同士が支持し合うことができない状況をガラスの天井が女性自身によって強化されているとまで表現し、女性リーダーを目指す人々が女性候補を支持することがもっと自然な流れであるべきだと示唆しています。上川氏の行動はこの流れに逆行するものであり、それが一層金子さんの怒りを増幅させたのです。全体として金子恵さんの批判は単に一つの政治的選択に対する意見表明ではなく、女性リーダーの育成と支援に対する根本的な疑問を提起しています。彼女が抱く失望と苛立ちは、上川氏の行動が自己の信念と矛盾していると感じているからこそ、より一層深いものになっていると言えます。次は石破茂が自民党総裁選で選ばれたことに関する政治的影響についてです。石破茂氏が自民党総裁選で最終的に選ばれた背景には、党内の派閥の動きと戦略が密接に関わっています。石破氏は常に地方票や国民の支持というイメージが強く、党内での支持は必ずしも圧倒的ではないものの、
地方の党員からの支持が大きな後押しとなりました。しかしこうした支持が本当に政策に基づくものかどうかについては疑問が残ります。実際石破氏が総裁になった後、党内や国民の間でその影響がどうなるかについては多くの議論を呼んでいます。特に石破茂が選ばれたことで注目されるのは彼の外交政策に関する立場です。石破氏はかねてより日中関係の改善や経済連携を重視する姿勢を示しており、そのため日本国内だけでなく隣国である中国からも注目される存在です。石破氏の総理就任に対し中国は一定の好意的な反応を示しています。これに対しては批判的な意見も少なくなく、石破政権が中国に対して過度に友好的な姿勢を取ることで国益が損なわれるのではないかという懸念もあります。さらに石破氏が内政においてどのような改革を進めていくのかについても焦点が当てられています。石破茂はこれまでの政治キャリアの中で改革派としての姿勢を貫いてきましたが、その具体的な政策は他の候補と比べて独自色が強くありません。例えば経済政策においては安定した経済成長を重視する一方で急進的な改革案を打ち出してはいません。そのため石破氏が総裁としてどのようなリーダーシップを発揮するかは依然として未知数です。石破政権が誕生したことに対して党内では一部の議員からの不満の声が上がっています。特に石破氏を支持しなかった派閥や議員たちは総裁選の結果を受け入れつつも今後の政権運営に不安を抱いているようです。こうした不満は石破氏が党内の団結をどのように図り派閥を超えたリーダーシップを発揮できるかに大きく影響します。石破政権が始まったばかりの段階ではこうした党内の動きが石破氏の今後の政策実現にどのように作用するかが注目されています。特筆すべきは石破茂の総裁選勝利が日本の政権に与える長期的な影響です。彼が選ばれた背景には既存の派閥構造の揺らぎが見え隠れしています。自民党の派閥間の力関係はこれまで政権運営に大きく影響を与えてきましたが、石破氏がどの派閥にも属さない姿勢を強調していることから党内の従来の力学に変化が生じる可能性があります。この変化が日本の政治全体にどのような影響を与えるのか、そして石破政権がこの新しい状況をどのように活用していくのか、今後の政権運営に注目が集まっています。次は高市早苗氏の自民党総裁選での敗北と評価についてです。高市早苗氏は今回の自民党総裁選において女性初の総理大臣を目指しましたが惜しくも敗北しました。しかしその敗北の中にも彼女の強いリーダーシップと政治家としての資質が改めて評価される機会となりました。高市氏は女性としての立場を売りにすることなく政策の中身や実績で勝負し党内外からの支持を集めていた点が印象的です。特に彼女の経済政策や安全保障に関する明確なビジョンは他の候補者とは一線を画し女性政治家としての新しいモデルを提示しました。高市氏の敗北は一見ネガティブな出来事のように見えますが、彼女が政治の舞台で果たした役割は大きなものがあります。まず彼女が示したのは女性が政治のトップを目指すことの意義です。高市氏は他の女性政治家がしばしば敗北を性別の問題に帰する中で性別を理由に言い訳をすることなく潔く結果を受け入れました。これは彼女が純粋に政策やリーダーシップで勝負し女性であることを特別視しない政治家であることを示しています。一方で彼女の政策に対しては賛否両論があります。特に経済政策に関しては緊縮財政を支持する立場からより急進的な改革を求める声に対してはやや保守的とみなされている部分もあります。また彼女の安全保障政策に関しては日本の防衛力強化を強く訴えており、一部ではその姿勢が軍事拡張主義に結びつくとの懸念もあります。しかし高市氏は一貫して日本の独立と国益を守るという姿勢を崩さず、それが多くの国民からの支持を集める要因となっています。高市早苗氏の敗北の原因として、
党内の派閥の力学が大きく影響していたことは否定できません。派閥間の支持の取り合いが行われた結果、高市氏は最後まで強い支持を得ることができませんでした。これには党内の保守的な勢力との衝突が影響しているとも言われています。特に彼女が女性政治家として独自の立場を築いていたことが、逆に一部の保守層には受け入れられなかった可能性もあります。こうした背景から、彼女の政治的挑戦は必ずしも順風満帆ではなかったのです。それにもかかわらず、高市氏は女性政治家としての役割を超え、一人のリーダーとして評価されるべき人物です。敗北は彼女のキャリアにとって一つの壁であったかもしれませんが、その壁を越えて次に何をするのか、彼女の動向には引き続き注目が集まっています。高市早苗氏が再び政治の中心に立つ日が来るのは、そう遠くない未来かもしれません。最後は石破茂政権に対する不満と、もし高市早苗が総裁だったらというテーマについてです。石破茂が自民党総裁に選ばれたことには、多くの議論が巻き起こっています。その中でも特に批判的な声が強いのは、彼が党内外で十分な支持を得ていないことに起因して集めたものの、党内の主要な派閥からは熱烈な支持を受けていません。これにより石破政権の立ち上がりには脆弱性がつきまとい、早期に党内分裂や不安定な政権運営が懸念されています。さらに石破氏の外交政策に対しても批判が集まっています。特に日中関係を強化しようとする彼の姿勢は、一部の保守層や国防を重視する勢力からは過度に中国寄りだとして警戒されています。日本の独立性を守るべき立場にある総理大臣が、他国との関係において曖昧な姿勢を取ることは、国内外での信頼を失うリスクがあるのです。この点において、石破氏が今後どのような外交方針を打ち出すかによっては、日本の政治的安定が揺らぐ可能性も少なくありません。一方で、もし高市早苗が総裁に選ばれていたらどうだったでしょうか。高市氏は石破氏とは異なり、明確な国家観と強いリーダーシップを持っています。特に彼女の防衛政策は他の候補者と比べて一貫しており、日本の安全保障を重視する層からの支持は厚いです。高市氏が総裁だった場合、外交面でもより自主的で堅実な対応が期待されていたでしょう。彼女は自らの理念を守りつつ、日本の国益を第一に考える姿勢を持っており、これが政権運営の安定に寄与した可能性は高いです。高市氏が総裁となっていた場合、石破政権下で懸念されるような党内の不安定さも軽減されていたかもしれません。高市氏は派閥の力に依存しない独自の支持基盤を持っており、その結果、派閥間の争いに巻き込まれることなく政策実現に専念できたでしょう。特に女性初の総理大臣としての期待もあり、国内外での評価は今以上に高まった可能性があります。高市氏のリーダーシップは党内の調整役としても有効に働き、政権全体の安定感を強化する要素となったでしょう。一方で、石破政権が今後どうなるかはまだ未知数です。現時点では派閥間の不協和音や外交政策の不透明さが目立っており、石破氏のリーダーシップが試される場面が多く見受けられます。特に彼がどのようにして党内の不満を抑え、外部からの批判に対処していくかが鍵となるでしょう。しかしながら、石破氏にはそれを乗り越えるための確固たる政策ビジョンが不足しているとの声も多く、今後の展開次第では政権維持が厳しくなる可能性も考えられます。結果として、石破茂が総裁に選ばれたことで、日本の政治の行方は不透明さを増しています。もし高市早苗が総裁であったなら、もっと安定した政権運営が期待されていたことでしょう。彼女のリーダーシップと国家観は、今の日本にとって必要とされるものであり、その可能性が実現しなかったことは、一部の国民にとって大きな失望感をもたらしているかもしれません。ここまでご覧いただきありがとうございました。今回の自民党総裁選における金子めぐみさんの上川陽子氏に対する激しい批判には、多くの問題が内在していると感じました。
単に一候補への支持や不支持の話ではなく、女性活躍を掲げる政治家が自らの理念に反する行動を取ったことで、その信頼が大きく揺らいでいるのです。この件で注目すべきは、女性政治家同士の連帯が見られなかった点です。金子さんの女性の敵は女性という強い言葉が示すように、日本の政治の中で女性がリーダーシップを発揮することがいかに難しいかを浮き彫りにしています。もしここで上川氏が高市早苗氏を支持していたら、女性政治家の連携がもっと強調され、違った結果になっていたかもしれません。しかし、現実はそう簡単ではなく、党内の駆け引きや個々の政治的な判断が優先された結果、こうした分裂が生じたのです。それに加えて、石破茂政権の不安定さが一層あらわになってきています。石破氏が総裁に選ばれたことで、中国寄りの外交政策に対する懸念や、党内の統一感の欠如が目立っており、今後の政権運営には多くの課題が待ち受けています。このままでは党内対立が激化し、自民党全体の求心力が失われてしまう可能性も否定できません。視聴者の皆さんは、この一連の出来事についてどのように感じましたか？金子めぐみさんの批判は適切だったと思いますか？それとも、上川陽子氏の行動には何か理解すべき理由があったのでしょうか？ぜひ、コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。政治の裏側には、まだまだ私たちが知らないことが多くあります。これからも皆さんと一緒に、その真実を探っていきたいと思います。